相撲が大好きな皆さんこんこにちは。最後までご覧になった後皆様の気持ちやご意見感想などをコメントに寄せていただけたら嬉しいですそれでは早速参りましょう皆さんこんにちは今回は宮城の親方についてご紹介します是非最後までご覧いただき気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします 大相撲で史上最多の優勝45回を誇る実績は何の助けにもならなかったようです。弟子の幕内北西方に悪質な暴力行為が発覚し監督責任を問われることになった宮城の親方2階級降格の処分が確定すれば現役時代に一時代を築いた大横綱の立場は日本相撲協会で最下位にまで落ちることになります。 将来的な宮城の理事長の実現は絶望的な状況になりそうです。日本相撲協会のコンプライアンス委員会、青沼隆之委員長元名古屋後見検事長は、同月21日に東京・両国国技館で会合を開き、宮城の親方を現在の委員からの2階級下がり格と減法の処分とする案をまとめました。 弟子の北西方が日常的に後輩力士を殴るなどの暴力行為をしていたことが発覚したためです。他の力士を殴ったり、火で炙ったりしたとする行為が噂されています。事態を重く見た相撲協会側は、初場所中から関係者を事情聴取し、実態を把握することに努めました。 23日の臨時理事会で、宮城の親方の処分案とともに北西法に対する引退勧告案について協議しています。北西法は引退を受け入れる方向だとしており、引退届はすでに提出されています。北西法は、1月の初場所で右膝の負傷を理由に6日目から途中休場していました。宮城の親方は手術を受けさせる方向性を示していたのですが、 同時期に暴力疑惑が浮上し、週刊誌にも報じられてしまいました。コンプライアンス委員会に出席した宮城の親方は、弟子の暴力を把握していなかったと、弁明したのですが、実情を知る関係者によると親方は素行の悪い北西方の指導に困っていたといいます。宮城の親方は、ご存知モンゴルの出身です。史上最多の幕内優勝45回を誇り、 数々の大記録を樹立してきました令和3年9月に引退し4年7月に部屋を継承しました nhk 解説ではきめ細かな技術論を披露し理論派としても知られている一方で将来的に各界のトップである理事長の座を目指していると噂されていました 一時期は1月の理事選に出馬する意欲をみなぎらせているという情報も流れたのですが、結局は不出馬となりました。朝香山親方元大関海王を理事に推す伊勢ヶ浜一門の方針に従った格好です。相撲協会の理事は定員10人、各界の5つの一門ではの海、二所の関、時津風、高砂。 伊勢ヶ浜がそれぞれ理事を擁立し、2年に一度の理事選は一門による事前の調整で無投票に終わるのが慣例となっています。しかし、宮城の親方は白鵬の乱を起こすのではと見る向きもあったほど、出馬には真剣でした。背景には横綱として土俵に長く君臨したのと同様に、いずれ理事長として各界に。君臨する野望があると周囲が感じ取っていたといいます。 理事候補は春場所3月10日初日後の評議委員会で正式に新理事に就任し、理事長を御選します。八角理事長元横綱北東海の続投が濃厚の情勢です。宮城の親方は、じっくりと将来の夢に向かって足固めするつもりだったのでしょう。今回の原罰が正式決定すれば理事長どころか理事の座も大きく遠のくことになります。 弟子の不祥事とはいえ、異例の二階級降格処分が内定した背景には、横綱時代に地味の取り組みに物言いを求めたり、優勝インタビューの後に万歳参照を行ったり、張り手や勝ち上げなど横綱らしからぬ立ち振る舞いが、ど,ど問題視されたこととの因果関係を指摘する関係者は多いと言います。平成29年の九州場所で、 取り組みに物言いをつけたことについて日本相撲協会から厳重注意を受けました宮城の親方はコンプライアンス委員会終了後無言を貫いていました栄光の裏にある影の部分が相撲人生に微妙に影響を及ぼし始めたと言えないでしょうかそして日本相撲協会は今日2024年2月23旧両国国技館で臨時理事会を開き 後輩力士への暴行でコンプライアンス委員会の聴取を受けていた幕内北西法に引退勧告処分を下しました。すでに北西法からは引退届が提出されており、協会は受理しています。師匠の宮城の親方もと横綱白鵬の処分は先の通りです。理事会では師匠としての素養と自覚の欠如を一番の問題としました。 3月の春場所は所属する伊勢ヶ浜一門内の別の親方が宮城野部屋の師匠代行を務め、4月以降は同一門が道部屋を預かることを検討するとしています。さて、元横綱白宝関の奥様は、徳島県出身の和田佐代子さんです。年齢は白宝の1歳以上の姉三女房です。 和田紗代子さんは徳島県にある近藤ローラークラブに所属していて、ローラースケ、トが得意だそうです。パシフィック国際選手権では銀メダルを獲得したほどの腕前だといいます。高校は徳島分離高校出身で、偏差値はなんと67あり、徳島県内でもトップクラスの新学校だったそうです。高校卒業後、学習院大学へ進学しました。 徳島のお嬢様で、父親が当時、最高顧問を父親が当時、最高顧問を務めていた縁でプロレス団体の BIGMOUTHLOUD ビッグマウスラウドでラウンドガールを務めていたこともあります。同じモンゴル出身で横綱の鶴竜や元横綱の春馬富士。玉鷲はモンゴル人の奥さんでしたが、白鵬が選んだのは日本人の奥様でした。 現在2024年は白鵬も日本国籍を取得し、日本人となっています。2019年6月にモンゴル国籍の離脱を政府から認められて、同年9月に日本国籍を取得しています。二人が結婚したのはまだ20歳そこそこの年齢でした。白鵬は2007年2月の21歳の時に結婚しました。 結婚時すでに奥様のお腹の中には子供がいて、授かり婚でした。奥様のさよ子さんのことは可愛らしくさよちゃんと呼んでいるとおっしゃっていました。2010年にもう一人の横綱だった朝青龍が引き退し、大相撲で横綱として白鵬が一人で、横綱の重圧を受けることは肉体的、精神的にも大変だったことでしょう。その力士生活を支えてくれたのが奥様の和田さよ子さんです。 白鵬の口に合わせて、モンゴル料理を勉強したり、旦那さんには相撲に集中してもらえるように子育ても頑張ったりしたそうです。2015年1月場所の全勝優勝インタビューでは、次のように述べています。強い男の裏に賢い女性がいる。横綱に昇進した時に奥さんが精神一等を教えてくれた、馬鹿賢い奥さんに感謝したい。というものでした。 感謝述べる素晴らしい関係であることがわかりました。18歳の時からのお付き合いだそうで2004年の朝青龍主催のパーティーのテーブルでの席が隣だったそうです。春間富士が間を取り持ってくれて、写真を撮った時に送り先のためにメールアドレスを交換して、そこから連絡を取るようになりました。メールは文字が苦手だったため、半年の間電話をしたそうです。 交際が始まり2005年7月の名古屋場所で人体損傷と念座の大けがを負いますがこの時に彼女に支えてもらったことで大関に昇進したら結婚しようと決めたそうです翌2006年3月に大関昇進を果たしています白鵬は奥様さよこさんが初恋の人だと話していました また、佐夜子さんは白鵬より1歳以上の19歳でしたが同じく初彼と話していました。結婚式は東京と奥様の地元徳島の2回となっています。2010年2月21日に東京は明治神宮、27日に奥様佐夜子さんの地元徳島で結婚式を挙げました。 H 結婚式披露宴では XJAPAN の YOSHIKI さんが Forever Love のピアノ演奏をして盛り上あげました。白鵬は姉の影響で XJAPAN のファンだったそうです。徳島で結婚式を挙げた場所は2018年末に歌手の米津玄師さんが紅白の生中継も行った大塚国際美術館でした。奥様への感謝をインタビューで述べていた白鵬でした。 しかし、その一方で2017年に白鵬の不倫法未知が出ました。そのお相手はモンゴル人女性で、2015年にも女性のマンションへの通い合いを報じられていました。その女性は大分県にある立命館大学アジア太平洋大学に留学していた人で。白鵬がモンゴルの小学校時代の同級生の妹という縁があったそうで、九州場所巡業での打ち上げの場で知り合ったそうです。 その際に白鵬が一目ぼれだったらしいです。愛人関係で渋谷のマンション家賃をつき20万円も支払ってあげていたといいます。周囲にはモンゴル人の女性はやっぱりいいよと。漏らしていたそうで、モンゴル語での会話ができることがとても嬉しかったと伝えられています。またその年には当時横綱だった春馬富士の暴行事件が起き、その現場に居合わせたことで。 かなりのイメージダウンとなったことは否めませんでした。現在、白鵬に離婚報道は出ていませんし、不倫報道については一定の決着がついているのでしょう。ところで、奥様の和田紗代子さんの父親が逮捕され、名前も一気に広まりました。名前は和田智義さんです。徳島では有名な和田林業の社長で、その他にも福祉関係や自動車学校を経営する実業家です。 和田智義さんは元横綱朝青龍の講演会会長で大の相撲好きで、白宝石と親子関係になる前からの大相撲ファンで、谷町として各界を支援していたようです。谷町谷町とは牧会の隠語で、ひいきにしてくれる客、または講演してくれる人、無償スポンサーのことです。 ただし、あまりよろしくない情報もあり、ライフ2 0 0 6年6月に自動売春ポルノ法違反の容疑で逮捕されました。新橋のホテルで少女当時16歳に6万円を渡して猥褻な行為を行った容疑だそうです。中高校生80人にも及ぶ売春行為をしたととも述しました。これは娘のさよこさんがかわいそうな出来事でした。 芸能人だと身内周りが警察に捕まることもよくニュースになっていますが、少なくとも白鵬一家の足を引っ張ってしまったことは間違いないでしょう。白鵬の奥様は1歳年上の和田さよ子さん。徳島県出身で学習院大学を卒業し結婚しています。かつて、モンゴルのテレビ番組モンゴル民族の100人の偉人という番組にて、朝昌龍と白鵬が番組に取り上げられました。 その番組で朝青龍と白鵬が対談をしています。この対談は2017年の5月に記録されたものだそうです。それによると、朝青龍は白鵬に対してこうごったと言います。チャンスがあるなら日本人ではなく別のモンゴル人を成功させるんだぞ。モンゴルの仲間に可能性を開いてあげるんだ。さらにこう続けました。 他人の犬を育てるよりは自分の犬を育てろと言うだろう。この発言が八百長を促したと取られかねないというのです。この発言で非常に気になる部分があることをお気づきでしょう。別のモンゴル人を成功させるんだぞ。相撲は基本的に孤独での勝負事です。チームではありませんしましてやモンゴルなど国籍なども影響しない競技のはずです。 しかし朝青龍の発言は別のモンゴル人を成功させろと言っています。当時の横綱の白鵬に対して別の力士を成功させろとはどういうことなのでしょうか。一力士にそんな権限はありません。すでにモンゴル人力士たちの相撲の世界への道は切り開かれているはずです。そして朝青龍の発言の後半部分にも注目です。 その発言には他人の犬を育てるよりは、自分の犬を育てろと言うだろうともあります。これはモンゴルのことわざ的な表現だそうです。身内を育てる、身内を可愛がるといった意味合いのことのようです。朝青龍がもし白鵬に対してこのような発言をしたとすれば、その真意は何なのでしょうか。力士が別の力士を成功させるという言葉の意味を考えると。 これはわざと負けてあげて別のモンゴル人力士を成功させるとも受け取れます。1、これが八百長を進めたのではないかと週刊誌は報じていました。いかがだったでしょうか。今回は宮城の親方についていろいろと調べてきました。白鵬と和田佐代子の夫妻は2007年2月に結婚し2010年に結婚式を挙げています。 未白鵬は2007年2月の21歳の時に結婚しました。結婚時すでに奥様のお腹の中には子供がいたということで、授かり婚でした。また、朝青龍は白鵬に対して、対談で八尾町と誤解されかねない発言をしていたことが分かりました。八尾町は相撲協会に昔から慣習的に存在していた可能性があります。 こういった風土が大相撲界にはびこっていたことで、今回のように暴力事件が再発してしまったのではないかと思ってしまいす。少なくとも弟子の不祥事は親方の責任になることは明らかです。そのために親方がいるはずで、今回のように知らぬ存ぜぬはまかり通らないということです。今後、宮城の親方がどのような処分になり再発防止に取り組むのか、動向に注目していきたいと思います。